はいこれはアニアのアニマルアドベンチャーのサーベルタイガーとネアンデルタール人のセットだよネアンデルタール人がサーベルタイガー退治して食べようとしてるのかな中はこんな感じあまずはネアンデルタール人が出てきたねそしてサーベルタイガーサーベルタイガーだよすごい牙だねそれからカードカードもあってあ ネアンデルタール人のカードとサーベルタイガーのカードこの4枚日本語版英語版版英の4枚が出てきたよこれは結構30万年から3万年前にヨーロッパの方にいたネアンデルタール人で僕らとはちょっと違う人種なのかなちょっとその辺りはよく分かってないっていうふうに書いてあるね。 そしてこれがサーベルタイガーこの長い牙で血管を切って狩りをしていたみたいだけどもこれ歯が邪魔で噛めるのかなどうなんだろうね口がすごく大きく開いたんだろうねよしそしてじゃあ出していってみようかな袋からここから出すと まずはネアンデルタール人が長い棒を持ってこうやって杖をついているのかなそれともこれをこん棒にして戦おうとしているのかなとても腰のところにこう布を巻いてるけども体は結構汚れている感じなのかな褐色のこの肌の色だったのかな こっちの手もちゃんと動くようになっているね。そして、あ足はこの形で固定されていて、これを立たせるために、この石だね、石のところによいしょ、足をパカッてはめて、そして、こうやって立たせておくことができるみたい。じゃあ、こっちのサーベルタイガーも。 出していこうかな食べるたいかじゃーんあすごいねこれ下顎ごのこの下のところまで口が開いてこの牙が刺さるようになっているねこれだけ大きな口が開くようになっていたんだねそしてこれは動かないタイプなんだね この形で全部固定されているよとても右の方の足と右の方の手を前と後ろにやって踏ん張ってる感じだよねこっちの方は逆に縮こまってる感じこうやって歩いていたのかなよしそれじゃあこれをこう真正面から対決させてみると さすがにちょっとネアンデル・タルル人は厳しいんじゃないかなこれだとね。サーベル・タイガーとネアンデル・タル人楽しかったかなチャンネル登録して次の動画でも遊ぼうね